総員備えるがいい。戻ってきたわね。大変だったけれど。ああ、だがよく戻ってきたな、フェリー。はい、本当に。でも、私…ん？私、どうしてこんな…なんてことを。バンさんたち、モンマルトの皆さん、アブや戦士団のみんなにも、大丈夫ですよ、フェリちゃん。もう大丈夫。今はゆっくり休んでください。ったく、仕方ねえな。まあ、侵食のせいとはいえ、記憶は全部残ってるわけだしな。はい、私も本当にご迷惑をおかけいたしました。このお詫びはどうか改めてさせてくださいませ。リセットさんのせいじゃないけど、言っても気が済まないんだろうね。やれやれ、解決できたとはいえ、ほんと厄介ね、侵食ってのは。ええ、これ以上ない卑劣な手段でしょ。ガーデンマスターという男、改めて対策を練る必要があるわね。それが良さそうだ。さすがに4日目は勘弁願いたいしね。ともあれ、今回は世話をかけた。撤収と事後処理はしておこう。副頭目やそちらとも連携しつつ。ああ、よろしく頼む。 CID としても看過できない事態だからな。その後、クルカ戦士団 MG 部隊も全員正気を取り戻し、それぞれハサンと副頭目、カシム警備主任の指揮で首都から一時撤収していくのだった。はい、これで5つ。あ、でもこの章の話まだ進んだ。事務所と皆さんの部屋のこと、本当にすみませんでした。修繕費用と当面の住居については、クルガと MK の共同で補填させていただきます。もちろん微々たるものですが、私もポケットマネーから支払わせていただきますので。ま、ありがたく受け取りをするが、お前さんたちが気に病むことじゃねえ。ピックアップも思いのほか軽症で済んだしな。いや、そこかよ。そういえばひどく心配してたわね。私はマンションに戻ればいいし、アニエスたちは寮暮らしだけど、下宿組のは大家さん一家が住んでいる2階に500階になるそうね。ああ、大家さんが気を利かせてくれたな。ちょいと狭いが、まあなんとかなるだろう。今荷物を動かしているから、支度ができるまで少し待ってちょうだいね。何から何まで、本当にすみません。どうか私たちも手伝わせてください。事情は伺ったし、そんなにかしこまらなくても大丈夫よ。フェレちゃんにリセットちゃんは今と同じ部屋だよ。ちなみに男子組は今だ。文句はねえな。本当にいい親さんですよね。ええ。なんとお礼申し上げればいいか。朝帰りしづらくなりそうだな、難点だが。ま、しばらくの辛抱だろう。アーロン様ぶれないな。問題はこれからだよ。ええ。改変によってここまでの事件が引き起こされた。もはや、一刻の猶予もないのだけれど。ガーデンマスター、昨日の一度以外は全く尻尾をつかませないとはな。各方面で追跡方法を根本的に見直す必要がありそうだ。はい。フェリちゃんが持っていたもので5つ目。ここまで取り戻すことができましたけど、残るゲネシスは3つ。まだまだ油断ならないわね。
そのあたりも含めて、今晩のうちに報酬を話し合っておきたいところだな。行かなかったルート抜けに人は一体どうやって回収したことになってんだろう。同じく時間持ってきたのかな。さっき伝えた通り、しばらく自由時間にする。ただし、単独行動は避けてくれ。念のため、事務所メンバーは一緒にいた方がいいかもな。うん。私たちも外出するときは適宜同行する形にしようか。それぞれ用事が片付いたらここに集まって報酬を話し合うってことで。それじゃあ一旦解散としましょうか。バンたち事務所メンバーに加えて協力者一人を同行させることができます。初期の同行キャラクターを選択してください。後から変更することもできます。あー、なるほど。であれば、どうすっかなー。どうすっかなー。ここあの女も強いんだよなぁ。フェリーしばらく戦ってなかったからね、レベル上がってないっすね。しょうがないんだけど。どうしようかなぁ。まあ一旦これでいっか。ご迷惑をかけた人たちに改めて謝らないとですね。あんま気にしすぎることはねえが、ま、町を一回りしてみんのもいいかもな。はい、どうかそうさせていただければ。あら、はい、ご注文かしら。今日なんかあのリセットが非常に申し訳なさそうにしてる姿、ちょっと今まであんまり見たことないからね。新鮮かもしれないね。またキャンディーかい。やんちゃすんじゃないよ。基本ほら、そうそうミスしない人だからさ。ただ今日もさあさあ見るのはただだよ。やっと見せてくれる。まさかと思うがないよな。これの風呂。ラグーナへようこ。ハハ、整ったぜ。今後もラグーナをよろしくね。よしよし。ほいんじゃあ、4SPC も出てんのかな。まあ、とりあえず、いろいろ回って、ショップ巡りだな、まずは。サブイベントっぽいのあるね。ようこそ、Z1 公式ショップへ。まあ。好きに見ていくがいいさ。Z1 公式グッズを販売するほか、またのお越しを。過去の名シーンの展示もご覧いただけます。まあ、好きに見ていくがいいさ。実際のなんだお前、このタイトル。客だぞこっちは。好きに見ていくがいいさ。それ言われなくても好きに見ていくけど、なんだそのタイトルは。あんま飲みすぎんなよ。さあ、期待は裏切らないぜ。いつでも待ってるぜ。なんだろうね、この奇妙な一段は。何してんの？おいおい、結社のお二人はともかくとして、どこから突っ込めばいいかわからないくらいなんだけど、うんだよね。お前らか、いろいろ大変だったそうじゃねえか。一週間ぶりくらいやろか。本にお疲れ様やだったみたいやね。マジでそれな、じゃねえ。どうしてあなたたちが、大手を振ってこんなとこ、こんな場所に。さすがに驚いてるみたいだな、スプリガンども。ま、無理ないんじゃない？私も同じ立場なら突っ込んでる。冷静なお嬢ちゃんね。ネメス島でもちょっと思ったけど。どうやらあの人の方はいらっしゃらないみたいですね。ああ、ガキども。
とりあえずやり合うつもりはねえんだろ。何せ濃厚カカオフロートにブルークリームソーダ、ローズチョコ添え、ここの隠れ絶品メニューを抜け目なく注文して堪能してくらしてるくらいだ。お、なんだよその食いつき。おごりだから適当に頼んだだけなんだけど。お兄さんも甘いもの好きなんだ。お前もか。じゃなくて気が合いそうじゃねえか。野生狼とそもともどういう兵で一緒にいるのか聞かせてもらおうか。いや、そんなにキリッとされても、なんだこいつ、甘党なのかよ。これも大のかな。甘党よ。無駄に詳しいもん。まさか破壊があの後素直に決死に復帰してやがったとはな。そして現在、最高幹部の集まりに出ている最中なんですか。アンギスと呼ばれている7名、7名、いえ6名の方々でしたね。まあ島で言うたかもしれへんけど、ダンさんもさすがにやんちゃしすぎたからな。うちら執行者とは違うて最低限の詫びは入れてはるみたいやね。で、その間こいつらのお目付けを俺とルクレツヤですることになったな。面倒くせえってあるしね。戦記の小娘はボンボンに任せりゃよかったぜ。ああ、あの二人ね。その戦記というのは私たちの世界でも流しられている赤い星座の。ボンボン2の噂によりは出奔した亡国王子って話だったが、頭がクラクラしてくるわね。かの有名な執行者様たちが揃ってご苦労様と言いたいところだが、別に僕たちはおっさんの身内じゃないぜ。監視される言われなんてないけどな。あの人から報酬まだもらってないから一旦従っているだけ。もらい次第勝手に行かせてもらうから。それで構えへんよ。それまではお姉さんたちに好きおてや。ったく、クソ生意気なガキどもだな。ま、てめえらもこいつらには一言二言あるかもしれねえが、例の協定ってのもまだ有効だし、俺らに任せてスルーしといてもらおうか。いいだろう。こっちはこっちで忙しい身だからな。ま、今後は一切感知するつもりはね。ここに出た方が面白かったかもしれないな。あとは勝手にやってくれ。そっちの目的が達成できるかどうか、せいぜい楽しませてもらうぜ。確認だが、破壊の野郎はあれ以降、ガーデンマスターともには関わっていねえ。それは宣言通りで間違いないんだな。多分ね、私たちの知る限りはだけど。でも、混迷、あだ名通り、約束は破るもん、とか思ってるかもしれねえけどな。俺こそ、いなくなっちまったっつう3と9を取り込んだりとか。そんな。だから言ったんだよ。過去から逃げ切れるわけねえってさ。かたや得体の知れない野郎にたぶらかされて、かたや自分を捨てた男に未練たらたらで。俺が幸せだとでも、お言うのかね。スリーとナイン先輩方にとったらさ。いくつ?やれやれ。よくもそんなことを、言いたいところだけど。付き合いは短いけど、あの二人の絆が並大抵のものじゃないことはわかる。私たちは必ずこの苦境を力を合わせて乗り越えてみせます。解決事務所と協力者の方々、もちろんナーディアちゃんやスウィン君の仲間に、どうやら署で起こってるクソったらな状況も知ってるようだが、監視付き者は傍観しかできねえだろう。せいぜい優子相手見てるんだな。はい、楽しみにしててください。所長殿の奮闘の賜物みたいだね。あーくせ、だだ甘すぎてヘドが出るぜ。このくらいにしときなよ、いくつ。だったら証明してもらおうかな。だけだけじゃないってことを。闇を覗いた人間にしかわからない、なんて言うつもりはないけど、あのソードの先輩たちとあなたたちが、どんな結末を迎えるかは見せてもらうよ。殺して殺して殺すだけの日々。別にいいも悪いも感じてないけど、それでもこの先どうしようか、何も考えないわけじゃないから。夜だ。いいだろう。せいぜい人の名物スイーツでも楽しみながら、高みの見物をしてるんだな。高みが戻った後は、なんだったら 4SPG を引き受けてやってもいいぜ。こっちのクソガキは最低限の筋は通してもらうかな。ざけんな。誰がてめえなんか頼るかよ。必要は感じないけど。ま、ビーズ情報くらいは教えてもらおうかな。ものすごく出てくると思うよ。なるほど。なかなか面白いイベントだった。彼らとまともにね、ドンパチ以外で喋ったことなかったからね。意外な一面が見れたって感じがしますね。あとは?
せっかくだからな。出てこい。どうぞご覧になってくださいませ。トリオンドアをはじめファストファッションからベルニストア、お気に召したなら幸いですわ。はい、早くも人気沸騰中のティファンもベルヌストアにてお買い求めいただけます。ようこそ リベール直送の商品となります。かまたのお越しをお待ちしております。で、いらっしゃいませ。ありがとうございました。やっぱ少しずつなんか最後の買い物っぽい空気がよしちょっと感じられる気がするの、俺だけなんか多い気がするんだよね。で、なんかゆっくりどうぞ。攻撃力が上がるジャケット、ありっすね。いや待て待てよ、今買ったらまずい。羽がね、落ちる前でよかった。ごゆっくりどうぞ。非常に魅力的ではあるが、あこちら魔法攻撃上がるしさ。またいつでもどうぞ。まあ、あれでしょ、どうせバスケットボールのミニゲームでしょ。イベント関係はとりあえず、保留かな。協力者たちね。確かに、これは、一回挨拶に行かないといけないな。向かうとすっか。ごゆっくりどうぞ。またいつでもどうぞ。剣が幕を開ける。うん、 OSPG だよね。受けるだけ受けとくか。あ、浄水道の手配魔獣ガルゴローム。なんか名前が魔獣ってか魔物くせえな。では向かいましょう。今日の買い物はと上か。ご来店のお客様にご案内申し上げます。ようこそおいでくださいました。ホールデンでは産地直送の新鮮な食材を取り扱っております。今後ともどうかご贔屓。カスタムなら任せておきな。ん？ちゃんと手入れしろよ。カスタムなら任せておきな。そうか。またいいもん揃えとくぜ。ご来店のお客様にご案内申し上げます。でいっか。さて何にしようか。ご満足いただけたかな。もうこんな時間か。まだ見ぬ秘宝。今の駅前通りだよね。行きましょう。
どれどれ。自分らしいスタイル。せのか。彼女から依頼ね。何か必要かね。練り団子デラックス。金ね。満足したなら何よりじゃ。あ、やった。このコラなんか毎回なんかくれる。うちの屋台が一番ですわよ。リバーサイドといえばうちだよ。もう一人いるんじゃねえか。ほら、やってるやってる。で、いろいろポンプしてんのかなこれ。いい釣り場じゃねえか。腕がなんだ。新しい魚いる気はねえもんな。うん、オッケーですね。うるせえ。じゃあとりあえず、まあ、今回はこんなところでしょうかね。まあ、とにかく、フェリーもリセットもね、無事に戻ってきてくれてよかったなっていうところで。まあ、これからとりあえず一旦何していくかっていうのが、今んとこないんですけれど。まあ、すぐね、何かしら動きもあるでしょうし。またそれもね、楽しみに。とりあえず今出てるイベントね、こなすのもいいんですけど、OSPG だったり、映画鑑賞だったり、回収要素がまだ多分結構あると思うんでね。まあ、そういうのを次回、少しずつ、見ていこうかなというふうに思います。では、英雄伝説黒の引き数実況プレイのパート114かな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見切れなー。